警視庁航空警察部とは、1947年1月1日から1948年3月までの間、警視庁航空警察部設置制に基づき、警視庁に設置された航空警察である。1945年9月に設置された、金英府は、1946年3月に廃止された。金英府のうち、旧航空衛士総隊は、 完全に解体されたが、航空警察部は、区内省航空警察署と改装され、すぐに警視庁に移管されることとなり、その結果誕生したのが、この警視庁航空警察部である。1948年3月に、旧警察法が施行され、警視庁が東京都を管轄する自治体警察になったことから、国家地方警察本部に移管され、航空警察部となり、 さらに改装を経て、現在の航宮警察本部となる。警視庁航宮警察部当時の任務は、宮城、赤坂離宮、青山御所、京都航宮等の警備及び消防を司ることであった。職員は航宮護衛官とされ、それぞれ航宮警察部長航宮警視、文献所長にもなる。航宮警部航宮警部補航宮警視とされ、航宮警視以上が二級。 航空警部以下が3休とされた。直令施行の際に、現に航空警察署の出資であったものはそのまま、航空護衛官となった。それまでの区内省航空警察署がほぼそのまま、航空警察部に移行した。ありがとうございます。